こんにちは。11月21日月曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオより生放送でお送りします。さあ皆さん、今年の紅葉は楽しまれましたでしょうか。豊島区の目白庭園では紅葉のライトアップ、今週末まで楽しめるそうです。入場整理券も配布中とのことですので、ホームページぜひチェックをしてみてください。ではまずはじめに豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。本日はこちらの話題を中心にお伝えします。まずはじめに新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。オミクロン株対応ワクチン接種を実施しています。対象者は2回目、3回目、4回目接種を完了した12歳以上のすべての区民の方です。現在接種間隔が短縮され、前回接種日から3ヶ月以上経過後に接種が可能になりました。またオミクロン株対応ワクチン接種は1回のみです。医療機関は病院、クリニックに直接ご予約ください。続いてです。区民広場西巣鴨第2では区政90周年記念事業として運営協議会主催のクリスマスを楽しもう、クリスマス料理レシピと音楽遊びを開催します。今年の西巣鴨は区民広場に行って健康になろうをテーマに、さまざまな活動を取り組んでいます。このイベントもその一つです。クリスマス料理レシピは栄養士さんが美味しいクリスマスメニューの紹介をしてくれます。ワクワクするお料理アイデアで、今年のクリスマスは美味しい時間を楽しみませんか。音楽遊びでは講師の先生によるリズム遊びとミニコンサートを行います。素敵な音楽と触れ合い、親子で楽しいひとときを過ごしていただきます。日時は12月12日月曜日の10時30分からです。11月21日月曜日から直接窓口かお電話にてお申し込みを受け付けます。定員は15組で先着順です。また参加費は無料で、どなたでもご参加いただけます。区民広場西巣鴨第2でクリスマスを楽しみましょう。お待ちしております。続いてです。区民広場行幸では区政90周年記念事業として SDGs の周知や取り組みとともに、いろいろなイベントを企画しています。そのイベントとなる第2弾で行幸コンサート歌で SDGs を知ろうを開催します。シンガーソングライターのカネヤンこと金武義弘さんによるコンサートは、 SDGs に紐づく楽曲をピアノやギター、いろいろな電子機器を使いながら歌います。コンサートを楽しみながら100周年へ向けての未来、そして SDGs について考える機会を作ります。開催は12月4日日曜日の午後1時30分から2時30分、会場は区民広場行幸2階となります。参加費は無料で、どなたでもご参加いただけます。参加ご希望の方は11月20日日曜日から直接窓口かお電話にて先着順の申し込み制となります。定員40名になり次第締め切らせていただきます。世代を超え、音楽を身近に楽しみましょう。続いてです。特別企画展藤子不二雄 A の漫画道展に関するお知らせです。漫画道は漫画家藤子不二雄 A の代表作の一つであり、自身がそれまでに歩んできた漫画人生をモチーフに描いた作品です。藤子 A をモデルとしたキャラクター間賀道夫が親友西野茂とともに上京し、手塚治虫も住んでいた憧れの常盤荘に入居します。そしてそこで生涯信じ合える漫画家仲間たちと巡り合い、互いに良い影響を与えながらプロの漫画家として成長していきます。本展では漫画道の中から舞台となった常盤荘での暮らしや、
仲間たちとの交流を中心にご紹介します。また本作の直筆原稿の展示や藤子絵作品の特徴ともいえる独特の表現方法、創作の源なども垣間見える展覧会となっています。藤子絵所蔵の時和荘14号室の壁も特別にお借りし展示をいたしますのでお楽しみください。会期は11月12日土曜日から令和5年3月26日日曜日です。開館時間は午前10時から午後6時までで、月曜日と年末年始は休館日となります。特別観覧料は大人500円、小中学生100円、未就学児・障害者手帳をご提示の方および介助者の方は無料となります。ぜひご来場ください。続いてです。豊島区では子どもたちが希望を持って今を生き時代を担っていくことを願って、豊島区子どもの権利に関する条例を制定しています。豊島区子どもの権利に関する条例では、大切な子どもの権利として安心して生きること、個性が尊重されること、自分で決めること、思いを伝えること、かけがえのない時を過ごすこと、社会の中で育つこと、支援を求めることの7つの権利を定めています。この条例の趣旨を踏まえて、子どもの権利を知る機会を提供するために、子どもの権利について漫画を使って分かりやすく説明したパンフレットを小中学生に配布したり、子どもが生き生きと遊べる場所を提供する目的でプレーパークを実施したりしています。特に11月は豊島子ども月間として、豊島区立中央図書館で子どもの権利に関するパネル展示や図書の紹介を行っているほか、豊島区役所本庁舎6階で条例に基づく取り組みについてパネル展示をしています。ぜひお立ち寄りください。また子どもの権利に関する取り組みについては、豊島区ホームページまたは11月1日号の広報豊島特別号豊島プラスをぜひご覧ください。以上、ニュースフラッシュでした。続いては特集です。本日は不登校や引きこもりなど日常生活もしくは社会生活に生きづらさを抱えている人たちを支援するグループをご紹介いたします。本日のゲストはこの方です。豊島若者応援ネットワーク副代表、一般社団法人生きづらさインクルーシブデザイン工房代表理事、大橋文信さんです。大橋さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お越しいただきありがとうございます。はい、こちらこそゲストでお招きいただいてありがとうございます。はい、今日はいろいろお話を聞いていきたいと思いますが、はいはい、まずはですね、大橋さんが普段行っている活動について教えていただけますでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、私は大橋と申します。うん、豊島区を中心に、不登校引きこもり等の生きづらさを抱えた方の支援団体を2つほど運営をさせていただいておりまして、はい、うん、1つが豊島若者応援ネットワークという団体で、はい、7年前に豊島区の補助金をいただきまして、うん、今申し上げました不登校引きこもり等の生きづらさを抱えた、ご本人や家族の、支援ということで、会をこれも当事者自らが、中心となって立ち上げた団体になります。はい、で具体的には相談会であったり、居場所であったり、講演会であったりということで、その支援に関する、必要なことを声を聞きながら、活動を行わせていただいております。でその実績を踏まえて、3年前にですね、一般社団法人生きづらさインクルーシブデザイン工房という団体を、立ち上げさせていただいております。こちらは豊島区だけではなくて、うん、他の地域にも、うん、その不登校や引きこもりの方々の声を、うん、届けたいということで、書籍の発刊であったりとか、はい、あとはメディア出演であったりという活動を通じて、うん、当事者の声を、積極的に発信する活動を行わせていただいております。詳しくはそれぞれホームページウェブに情報を載せておりますので、うん、そちらをご覧いただければと思います。はい、
はい、本当にね、さまざまな活動、豊島区、そして日本全国に向けて発信もされているんですけれども、はいはい、まず最初にご紹介いただいたのが、はい、豊島若者ネットワークですね。はい、こちらで行われたのが第1回豊島不登校と生きづらさ合同相談会ですね。はいはい、こちら9月に行われたと伺っているんですが、こちらについて伺えますか。はい、はい、ありがとうございます。今回ですね、これもまた豊島区から補助金をいただきまして、うん、豊島区を中心に不登校等の若者の10代の、生きづらさを抱えている方を対象に、まあ、なかなか相談につながらないっていうところがありますので、例えば就職フェアみたいな形で、うん、一つの機会にいろんなことが相談できるというところを生かしてですね、今回は約20団体の方々に、ご協力をいただいて、はい、こちらの合同相談会をアウルスポットで、行わせていただきました。はい、9月に開催を実際されて、まあ、たくさんの団体来られた、はい、ということなんですが、はい、具体的にはどんな相談があったんでしょうか。例えばですね、親御さんから、はい、家族からのご相談が特に多かったんですけれども、うん、うちの息子がネットゲームばっかりやっていて勉強しなくて困ってますとか、あとはこれから高校進学を控えているんですけども、うん、自分らしい学びをどうしたらいいですかねというご相談を、いただきました。うん、本当に具体的な、ね、そうですね、具体的な困りごとを、ご相談いただきました。はい、はい、ね、皆さんなかなかどこに相談すればいいんだろうっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、こういった窓口だったり機会を設けてくださってる、ね、ということですよね。はい、はい、そしてですね、実は大橋さんご自身も引きこもりだった、そんな経験がおありなんですよね。はい、私自身も実は、はい、生きづらさの五感王って自分では名乗っているんですけども、五感王、はい、はい、不登校であったり、うん、まあ、引きこもりであったり発達障害の当事者でもあったりということで、やはり生きづらさがいろいろあるということで、そう名乗らせていただいております。はい、はい、そうだったんですね。まあ、本当にそんな経験もあるからこそ、まあ、皆さん相談しやすかったりとか、はいはい、ありがとうございます。はい、ね、見ている方の中でもお話しした、相談したっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、ありがとうございます。はい、そしてですね、まあ、そんないろんなご経験をされてるんですけれども、はい、回復したきっかけ、まあ、今もう発信もされてるっていうことで、はい、本当にすごく心強く見てくださってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、はい、回復したきっかけはどんなことにあったんでしょうか。はい、私の体験の きっかけ、生きづらい状態からの回復はですね、2つありまして、人に薬ですね。もう一つは時間の時、時に薬で時薬、この2つで、私は自分が回復したなというふうに感じております。多くの方々の支えっていうのと、自分がそこでいていいという実感と、自分の生きづらさを見つめる時間、理解をしていく時間っていうので、もう一度社会に、出てもいいかなっていうことで、私の場合は回復につながっていったかなというふうに、考えております。うん、そうだったんですね。もう本当に今お話にもありましたが、人薬、時薬、ね、本当にこれは大橋さんご自身が考えられたことだっていうのも、はい、自称ですか、はい、聞いてますけれども、はい、まあ、本当に徐々に、はいはい、回復をしていっていったっていう経験が終わりなんですよね。はい、そうです。でもう豊島区では7年前から活動をされている、はい、ということなんですけれども、はい、自分の実体験も踏まえて、どんな思いで活動をされてるんですか。はい、今はですね、やはり不登校引きこもり等のこう専門家、一番こう理解をしているのは、やはり当事者経験をしたピア、仲間っていう立場が私はすごく大事かなというふうに思っております。なので仲間っていう経験っていうのを、大事にしながら、活動するっていうのと同時に、やはり多くの区民の方や市民の方々に、私たちのことを理解してもらいたいという思いで、自分たちの自らの言葉で語っていきたい、それをまた皆さんとこういうふうに、メディアを通じて、知っていただき、交流ができる機会をこれからも作っていきたいという思いで、活動をしております。なるほど。やっぱり相談する方々にとっても、まあ、自分の気持ちを分かってくれる、それだけでも本当に心強い存在なんじゃないかなって、はい、ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。思います。
まあ、発信もされるっていうきっかけも伺ってきたんですけれども、はい、まあ、やっぱりそういった同じ思いをする方、はい、している方々を助けたい、そんな気持ちもあったんですかね。そうですね。ありがとうございます。さあ、ご自身のご経験も踏まえてさまざまな発信を行っている大橋さんなんですが、はい、今日はあの豊島若者応援ネットワークについてお話を伺ってきています、はい、先ほどお話をいただいた相談会がまた予定があるんですよね、はい、ま、はい、企画をしております、はいはい、次回はですね、実は今週末の26、27で予定をしておったんですが、うん、昨今の社会情勢を踏まえまして大変残念なんですが、来年の2023年の2月の25の土曜、はい、26の日曜の同時間同会場で同内容でほぼ、スライドする形で、実施することになっております。次回は、30代以上の大人の方々が抱えている生きづらさについて、約20団体の、相談団体が相談に乗りますので、うん、ぜひ、足をお運びいただければと思います。支援者の、ご本人家族もそうですが、支援者の、ご参加も、大歓迎でございますので、よろしくお願いいたします、はい、詳しくは、はい、ウェブで絶賛申し込みもできる状態になっておりますので、うん、こちらのイベントの名前で、合同相談会ということで検索をかけていただくと見えますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。こちらがですね、2023年年明けの2月25日26日に予定をしている相談会です。合同相談会と検索をしていただくと、はいはい、こちら受付ができますので、皆さんぜひ覗いてみてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、そしてですね、さらにさらに講演会も予定をされてるんですよね、はい、なんと欲張りな、はい、欲張りなもので、はい、活動しておるんですけれども、今度1月の29日にイケビズの第3会議室で、はい、精神科医の滝口のぞみ先生をお招きいたしまして、はい、家族の発達障害ということで、うん、家族や周囲に発達障害がいて、コミュニケーションに悩んでいる、苦労して心が病んでしまっている状態をカサンドラ状態というんですけれども、このことについて、はい、あの皆さんで勉強しましょうという会になっております。どなたでも、参加費1000円で、ご参加できますので、ぜひこちらもウェブに、情報を載せてありますので、合わせて、検索いただければと思います。会場でお待ちしております。はい、お待ちしています。今チラシも出ておりますが、豊島産業振興プラザ池ビスで開催予定です、はい、こちらもぜひ覗いてみてください。よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、あの大橋さん、はい、その他お伝えしたいことということで、今目の前に、はい、こちら、はい、皆さんも気になっているかもと思いますが、はい、後者にご紹介をさせていただいた一般社団法人生きづらさインクルーシブデザイン工房の方で、生きづらさの生き方ガイドという本を出版をさせていただいております、うん、不登校から LGBTQ までさまざまな生きづらさをこの一冊で分かる形になっております、うん、また自分に合った相談窓口の情報も載っておりますので、うん、ぜひお手に取ってみていただければと思います。図書館でもお借りすることもできますし、 Amazon でポチッと、はい、ご購入いただけると活動費にもなりますので、うん、ぜひ皆さんお手に取って見ていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ね、パラパラちょっと見たんですけれども、いろんな体験談とか、はい、入ってますので、窓口とか本当にたくさんの情報が載っております、はい、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。そしてですね、あのお時間、そろそろ締めのお時間にはなってるんですが、はい、最後こちらのラジオ放送局夢の種、こちらも土曜日に放送中ですので、こちらもチェックをお願いします、はい、よろしくお願いいたします。合わせて、はい、はい、では最後に見ている皆さんに一言お願いします。はい、本日はいっぱいの告知をさせていただいてありがとうございます、うん、聞いていただいてありがとうございます、はい、ぜひ講演会と合同相談会でお会いできることを楽しみにしますので、続きはウェブを検索していただければと思います。本日はどうもありがとうございました。はい、大橋さんありがとうございます。豊島若者応援ネットワーク副代表の大橋文信さんにお越しいただきました、はい、ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。それでは明日もどうぞお楽しみに。さようなら。